富士目城は、佐貴国、現在の香川県観音寺市属、今地竹成にあった中世日本の城、別名、富士の目城。富士目城は、阿山山脈から水戸与平野に達する先端に、富士目山の山頂部及び東側の尾根城に一致している。山頂部に本丸があったと言われ、その他にも四国八十八ヶ所霊城のミニ霊城が設置されている。 山頂以外には藤目稲荷神社、藤目不動院、剣山拝殿がある。北東方向に天切城跡を望むことができる。斉藤氏は加賀国の出身で、斉藤市教の父、斉藤新国がこの地に来たことより始まる。1万3000国を漁して築城したと言われる。拝景天正四年、斉藤市教は縁故関係があった。 白地城の大西寄金の誘いに乗じて、長祖壁元地下に降伏し、孫を人質として、大宝に送った。しかし、これを知った、佐抜の諸豪族は起こり、特に聖通辞条城主なら勝政は、阿波の東郷有保に、藤目白攻めを依頼した。これで、藤目城は同じ国の者同士と戦うこととなった。藤目城攻撃、東郷有保は、天切城主かが氏と、 奈良勝政に命じ、藤目城を攻めさせた。天正六年夏、奈良勝政は、長尾隅守る、早川氏香川民部昭遊など、中、打たり、あのの兵三千を引き連れて、藤目城を攻撃。斉藤氏豪方は、元親家臣、桑名太郎左衛門、浜田前衛門など兵戦がいたが、香川氏が兵三千を引いて、これらに加わるという流言が飛び、 斎藤司郷は闇夜に淡い逃げた。この戦いではあまり激しい戦闘は行われていない。奈良勝政は城に入り、神木壇城を城代として城を守らせた。合戦元親は藤目城を攻撃に香川氏が参加しなかったのを見て気が満ちたと考え、その年の秋に埼玉本城城に進出した。本城城主。 斉田泉守は、香川氏に遠兵を求めたが断られ、討ち死にした。元親は五千の兵を率いて、藤目城に迫った。首相、新木壇城は、名だたる優勝で、まず副兵を持って、奇襲攻撃をし、混乱する土佐勢を目前に城へ引き返した。松竹山に陣すると佐勢は城中めがけて盛んに、鉄砲を撃ったが、抵抗は強く元親自身も突撃した。 長蘇壁氏にとって最初の佐野木戦において史上稀に見る激戦であった。夜に灰以の一角が崩れるとそこから城内に侵入し明け方陥落した。壇上以下500人は全滅し、土佐勢も700人が戦死した。旧城主の斉藤司教は再び城に帰還した。ありがとうございます。